いや、まだ思い当たらない。さあ足を使って情報始めてこうと思ったけどね、伊達さんに間違って話しかけちゃった。効率的じゃねえな。仕方ない、例の情報屋のところに行くしかない。まあ、伊達さんに話をしたら、ひょっとして、まあ、なんか当てはあるのかっていうところでないねっていうところから、情報屋探しをしようって知ってたか。まあ、情報探して、この町のことは何でも知ってるって噂の情報屋だ。また100億関連のところを追っていこうかなって話ですね。西公園か。西公園、ああ通称西の河原。ああ、ホームレスが住み着いた公園だ。やつはその西の河原の中にいるらしい。ええー、気をつけろよ。あそこは警察も不介入の危険地帯だ。一度中に入ると出てこられないかもしれない。わかった。だが行くしかないな。今の俺には時間がない。伊達さん、はるかのことを頼めるか。ああ、ここも安全とは言えないからな。こっちで保護しよう。優しい。今ね、始めようと思ったらね、ここの伊達さんで丸押しちゃってね、話が始まったんですよ。サイの花屋。うん、この町だが、そいつがいるのは西公園ね。うん、はるかに話もしとこう。早く帰ってきてね、おじさん。おお、奥さんか。気をつけてね、キリュウ。うん、わかった、ありがとう。というところで、まあみんな今情報というかね、手がかりが全部なくなっちゃったんで、まあ手がかりを求めて情報屋のとこに行きましょうっていうところからのスタートですね。やっていきましょう。あれ？あ？夕方？夜じゃないよね、なんか。前回夜じゃなかったっけ、ずっと。これ、夕方だよね。だ、夕方は夕方でなんか、起きるイベントとかあんのかな。だってここに真島さん復活してるもんね。絶対これ真島さんだよね。まあ、ちょっと真島さんと戦うのも戦ってみようかな。で、なんか他にも変わってるとこあればちょっと調べながら、この西の河原、西公園のホームレスのところに行ってみたいと思います。ポケットティッシュいただきます。特に変わってないかな。お、なんか落ちてる。あー、クラブセガね。クレーンゲームやったとこ。ん？蝶々だ。なんてハレンチなカードなんでしょう。昆虫カード、ヘルクレスオオカブト。まあ確かにね。でも人間がさ、明らかになんだ、カブトムシのお面じゃないけど、なんだ、頭のやつつけてるだけじゃないのこれ。すごいハレンチでしょう。やばくない？これはなんだ、うん、すごいカードだね。こんなカード流行ってんだろうね、多分。育ちの良さそうな少年、どこ行っちゃったんだろう。せっかくゲットしたのに、うー、お前のか。やばくない？マジな顔してんじゃん、ちょっと。はい、この辺りメスキングのカード落ちてませんでした？昆虫女王メスキング。メスキング知らないよ。今時幼稚園児だって知ってる？よくないだろそれは。絶対18禁にしろよあれ。18は言い過ぎか。でもこんな少年にはちょっと教育よろしくないでしょう。昆虫女王メスキングって言ってさ、僕たちの間ではポケサーと同じぐらい人気なんだ。すごいね。森に住む昆虫を元にした妖精同士が戦うゲームで超かっこいいんだよ。かっこいい目線でやってんのかな本当に。カブトムシとクワガタで相撲取らせるものか。それなら俺もガキの子に遊んだことあるな。さっきすごいレアな昆虫のカードが当たったんだ。あとそれで嬉しくて走り回ったらどっかに落としちゃったみたいだ。あー、絶対今のレアじゃん。レアのカードあれじゃん。うん、渡すしかないでしょう。はばばばばばお前すごい特徴的な笑い方するな。
もうはしゃぎ回って落としたりするなよ。まさかこんなのが子供向けとは。最近の子供は待ってるんだな。確かにね。おじさん、メスキングやったことないんですよね。これさ、こういうメスキングとかあったらさ、またメスキングの実写の女性がなんだろう、メスキングガールとか言ってさ、また人気出て CD 出したりするパターンでしょ。あー、やったこともないし初めて聞いたゲームだ。ふぐ、それなら今度あそこのクラブセガに来てよ。あそこって目の前でしょ。大体僕はいつもいるから俺に教えてあげるよ、メスキング。子供たちを熱中させる遊び、メスキング、時間のある時ちょっと覗いてみるか。いや、もう行くしかないでしょ。健全な遊び行っちゃいましょう。いやー、やりたかったんですよ、こういう健全なね、メスキング。育ちの良さそうな少年。なんか白衣すごいな、それ白衣っぽいな。メスキングってのはどんなものか少し気になってな。へ、やっぱり大人も引きつける魅力があるんだな。あー、確かに大人向けも。キリュウさん冷静、キリュウさんが冷静。何言ってるんだ俺は。これは純真な子供に大人気のゲームのはずだ。メスキングがこのマシンで遊ぶんだ。お前ら、あれ兄弟でしょ、あの2つの服一緒の人。絶対兄弟、あれ。うわ、ほんとだ。中の画像までメスキングじゃん。正義の昆虫たちと急に凶暴になった昆虫たちが戦うお話なんだよ。使う昆虫を呼び出すための昆虫カードが1枚と、その昆虫に技を覚えさせる技カードが3枚です。全部で4枚のカードを使ってデッキを組むんだ。あ、デッキ組むシステムもあるのね。そこでおじさんにはこの前カードを拾ってもらったし、これをあげるよ。いかちいな、攻撃的だな。赤のカブトムシ、超必殺技ジャイアントスイング。いや、俺もこれね、だんだん見てたらカブトムシしか見えなくなってきた。決してこうふざけた遊びじゃない。でね、このポーズね、なんかあのちょっと気になるんだけど、パンツ履いてる？これ横のライン見えないんだけど、これ履いてますよってやつじゃないの？おー、まだくれるんだ。ガンガンアタック、技を出すにはグーでじゃんけんに勝つか。うん、ガンガンアタック連続締め。ええよ、絵がもうちょっとさ、絵がもうちょっとなんかイメージさせないようにしようね。担ぎ落とし、あ、いいね、健全。うん、そのカードはダブってたから、それに対戦相手は多い方が楽しいからね。ありがとう。一体どんなゲームなのかよくわからねえんだが、それは大丈夫。この辺りじゃ僕有名でね、メスキング博士っていう。それはあの称えられてんのかな。なんか悪い暴言じゃないの、あいつメスキング博士って。いい意味なのかな。僕おじさんにいろいろ教えてあげるよ。私カード手に入れたら見せてね。メスキング博士がすげえ名前だな。そいつ対戦したくなったら僕に教えてね。ああ、ありがとうな、メスキングか。時間ができた時に遊んで、いやもう早速遊びたいよね。カードとかも買いたいけどね。でも今カード一応もらったもんね。一応戦えるよね。これね、小学生こっちも釘付けじゃん。で、こっちが、ああ、何？もうこの UFO キャッチャーに何円つぎ込んだと思ってるんだ。お前インチキな設定してるんじゃないのか。サブストーリー始まっちゃった。メスキングしたかったのに。じゃあなんで取れないんだ。こじゃうるさくてゲームどころではないな。何サブクエスト。いや、メスキング先にやりたい。こっちがね、やっぱり、あー、セガらしいね。セガらしいゲームタイトルやってるわ。うん、大人向けだよね。こっち大人向けだね。で、こっちは子供コーナー。うん、博士教えてメスキング。せっかくミスキングもらったしな、楽しみ一回やってみようと思うんだ。へへへ、おじさんならきっとそう言ってくると思って。かわいいな、お前。博士との練習試合、試しに僕とバトルしてみよう。分かった。と、その前にメスキングやるには100円いるんだけど、いいいいよ、100円ぐらい。1000円でも出すぞ、大人だから。博士にはね、カード4枚もらったから、それ100円じゃ全然いいよ。僕はグーチョキパーの順番で技を出していくから、おじさんはそれに勝てるように技、グーチョキパーパーグーチョキ、うん、パーグーチョキだな。うん、オッケー、やってみよう。パーグーチョキ、パーグーチョキ、じゃんけん。うおー、パクリやん。虫キングのパクリやん、これ。さあ
昆虫カードを選んでね。あ、今これしかないもんね。これ次は打撃技を覚えさせるんだ。打撃技か。まあ今は3つしかないからこれでいこう。これでいいかい。うん、なんだったっけ、パーグーチョキだったっけ。お前が女王だ。パーグーチョキだよね、パーグーチョキ。さあ、あ、ごめん、そういうパンツだったんだ。そういう水着だったんだ。笑ってしまった。なに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 、うん、びっくりした、なんか押すのかと思った。すごい攻撃的。あー、ある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 、そういうかあるね。面型クワガタ。いや、健全なゲームだ。子供たち大丈夫かこれ。なになに、俺何押した。パー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 、これ丸丸丸。まだまだ行くよ、行くぞ。まだまだ行くよ、言ってたね。おお、次パーグーかな。グー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 。これガンガンアタックだ、ガンガンアタック。まだ行くよ、まだ行くよ、ガンガンアタック。おお、強い。意外とリアルにちゃんと戦うやつなんだ。あ、終わり？ニガムシを噛みつぶしたよ。どういうこと？どういうこと？どういうこと？顔をしていることだよ。何言葉？昆虫言葉だ。めっちゃリアルなカブトムシとクワガタが応援してんじゃん。いやー、すごい熱戦。おじさんやるね。もう基本ルールはバッチリみたいだ。要はじゃんけんゲームだ。俺もガキの頃にやったさ。はあ、確かにじゃんけんするだけだけど、まだおじさんが知らないことはたくさんあるよ。おう、それはなかなか奥深そうだな。またちょくちょく遊び来ているか。いや、博士、博士最高っす。このゲーム最高っす。いやー、ちょっと新しいカード欲しいな。なんかカードどこで手に入れるんだろう。ワクワクしてきたな。両替したいな。ちょっとカード、カード、うーん、あー、これカード買えないのか。いや、そっか。まあいっか、とりあえずはこんなもんで、メスキングはまた時間いた時に博士に教えてもらおうかな。で、次サブクエスト、さっきできたこのクレーンゲームやっていこう。探しが一体どうしたんだ。いらっしゃいませ、お探しており申し訳ございません。いやね、このお客さん UFO キャッチャーの商品は取れないとおっしゃっておりまして、もう1万以上使ったのにまた取れ。おい、取れたぞ。あれ結構良心的な設定やったぞ。そうなのか、そこまでして取りたいものって一体何なんだ。ん、白色のブンちゃんなんですよ。ブンちゃん、鳥ですよ。あ、文鳥、俺も欲しい。文鳥のぬいぐるみは俺も欲しいよ。うん、可愛いよね文ちゃん。でも俺シルバー文鳥がいい。わがままな娘さんだな。いや、実は娘じゃないんですけどね。でも彼女は私のことはパパとよ。おー、そういう関係、そういう関係かよ。で、その娘にせがまれたからヤッキーになってるってわけか。たまにのことなんでね、金で済むならいくらでも出してやるのに、よりによって非売品のぬいぐるみなんですよ。まあこの手のゲームは得て増えてがはっきりするからな。あ、そうだ、あんたもし拾いの文ちゃんを手に入れることがあれば私譲っていただけませんか。何、お願いします。どうしてもな、ちょっと足元に何か落ちてた今。あれはメスキングカードの光じゃないか。なんで俺がお前のためにそんなことを。俺のはずですが、もうそれいい。うん、分かった。うん、ちょっと、うん、いい、俺は今メスキングカードを拾いたい。拾う、これ。おお、テントウムシ。いや、みんなにはね、これ水着の女性に見えてるでしょ。俺ね、完全にもうテントウムシにしか見えない。テントウムシがね、頭と、うん、下の方に2匹いるから3匹のテントウムシしか見えない。いやー、なんだ俺この回何なんだろうマジで。白色の文ちゃんって何？ちょっと待って、白色の文ちゃん取ってあげるけど買いとしいわ。ちょっと白色の文ちゃんやつ変えてよ、白色の文ちゃんに。おっしゃ、よしよしよし
ブンちゃんは？ブンちゃんじゃないよねこれ絶対。え、ブンちゃん取りたいのに。よいしょ、もう一回。いらっしゃいませ。やっぱ変えてくれないのかな、すぐには。この中のやつをある程度取らないと進まないとか、そういう系なんかな。じゃないと確かに簡単なサブクエストになっちゃうもんね。あ、これじゃない、白色のブンちゃん。あ、文鳥っぽい。やろやろやろ。意外と簡単そうじゃない、なんか。よっしゃ、こいつ狙おう。あ、黄色じゃねえこれ、白じゃねえ。あー、これ白色じゃないぞ。これまさか白色ってなって打つ、難しい。難しいし、これ左になって狙った方がいいな。コロコロ落ちる可能性あるから。あー、でもこれかな。でもこれっぽいよな、白色の文ちゃん。でも黄色っぽいな。よく狙ったよ、これいけるやろ。あー、難しい。早送りできないか、ここ。横に移動します。もう一回行こう、後ろの文ちゃん狙おう。こんなもん、ちょっと奥行った。あー、うまいうまい。真ん中。あーあーあー、厳しい。やりたいけどな、難しいな。白色の文ちゃんの奥狙おうか。じゃあこいつ、これはいけたんじゃないかな。あー、ちょっとずれてた。いけるいける。あー、文ちゃん文ちゃん文ちゃん、どこまで落ちるの。あれ拾いたいけど無理だな。あー、ずれた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 。ここでも取れないんだよな、こんなに端っこまで行かれたら。あ、いけるか、こっち側は。あ、ちょっと、もうちょっとだな。難しいな、才能ないなこれ。ブンちゃんむずい。で、奥行って、ちょっと奥め。あ、いいいいよ。これいったんじゃない、これいったんじゃない、これいったんじゃない。あーあーあああ、悔しい。これ UFO キャッチャーこんなたくさんしちゃうんだよな。これだから、これだからお金が再現ないんだよ、 UFO キャッチャーは。くそー、もうちょっとってなっちゃうんだよ。うまい、これはうまいよ。あ、いいんじゃない、これはいった、これはいった、これはいったぞ。あー、よっしゃ、やったー。これ白色かな、黄色に見えるけど。名前出ないの。あー、いた、文鳥白だ。オッケー、横に移動し繰り返す。あー、いい、もういい、もういい、いいよ。文ちゃん取れたらいいよ。文ちゃん取れたよ、おじさん。あなた、もしかして白の文ちゃんを譲って。あー、どうも、俺なら弾みますので。何くれんの。え、何くれるんだろう。メスキングカードがいいな。お名前など伺ってもよし。俺は桐生だ。桐生さんですね。しっかりと覚えましたよ。あ、申し遅れました。佐々木というものです。ほう、佐々木さん、これほんの気持ちです。いや、ほんの気持ちじゃない、もうたくさんの気持ちをちょうどいいよ、ちょうどいい。ああ、1万か。ああ、1万は、もっといいもん欲しかったな。よし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 、絶好調だぜ。さあ、メスキングも楽しめたので、次は、そう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 、マジマさんだ。今ね、マジマさんと戦うために、所持品の中に武器持ってるんですよ。たくさんね。これだけあったらマジマさんから、ピピー、そこのキルちゃんって言われるよね。アウトーって。よし、行こう。ここ通るだけ。来た。そこのキルちゃん、止まりなさい。あー、チー兄さんの見回りか。面白いよね、マジマさん、本当に。早速キルちゃん荷物チェックや。
はよ出さんかい。いや今回はアウトでしょう。あっちもチェックされてるね。うん、えアウト。あ持ってるよ武器を。うん、わざとだから今回は。こんな危険なブツを持って何する気やったん。これはお前さんの俺としては取締りが筋が通らんだな。何あんたまさか初めからそのつもりで。おお戦う気満々や。あれ回復してたかな、大丈夫かな。あ大丈夫大丈夫、うんいけるいける。うわブツは危ないやろ、掴んでいける、いいね、いいんじゃない。いやバットはちょっとせこくない、バットせこくない。あ動けない、こっち行けない。あいだいだいだ、長くない、避けれないわそんなん。オッケー、あーバットはせこい、バットはせこいぞマジマッチさん。オッケーいいぞ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 、マジマさんなんかまだ弱い、掴んで、よし掴んで掴まして、オッケー今は攻撃しかない、今は攻撃だ、攻撃タイムや攻撃タイムや。あれ何何何何何、あ倒せる倒せる、よっしゃー。いやーいいね、よかった。まあでもまだ真島さん本調子じゃないからね。これでもちついつい乗されて熱くなっちまった、こんな喧嘩をしたのは久々だぜ。せや少しは昔のお前を取り戻してきたみたいやな、無理やりでも喧嘩を打った甲斐があったっちゅうもんやけど、まだまだや、お前はまだ本調子やない、10年のブランクは相当なもんみたいやで、みたいやな、かまだ続けるつもりか。当たり前やないか、俺がやりたかったあの頃の堂島の竜に戻るまで俺はお前を狙い続け。いやーきついよそれ、次はどないして結果変わってもらうかの、ヒヒヒワクワクしてきたで、兄さんのおかげでかつての俺を取り戻しつつあるのは事実だ、戦いは避けられないかもしれない。納得してんじゃん、筋通ってんじゃん。ちょっとごっついの、おバットを持ったままじゃ10回勝利、よし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 、いいんじゃない、うん素晴らしい。ちょっとセーブしとこうかな。いや今回はメスキングもあって真島さんと戦闘もあってかなり濃い回だったんじゃないかなと、うん、じゃあ一回ここで終わりましょう。お疲れ様です。ウィースワイです、やってこう。前回ねサイの河原に行こうと思ったんだけど、健全な遊びのねメスキングと出会ってしまって、ちょっとそれで時間を取られてしまったかなと。でその続きだね、西公園通称サイの河原に向かおう、伝説上昇に会いに行こうで、真島さんと戦って勝ちましたっていうところからスタートです。でねもうねメスキング忘れようって思ったんだけど、なんか落ちてるんですよここに、まさかのまさか。ガンガンアタックだ、おおすごいスイカっぽいね、これはすごいスイカみたいな感じ。ちょっとこれ使いたいな、メスキング。いやもうストーリー行こう、ちょっとねストーリー行かなきゃ進まないわ。どこだっけ、縮小縮小、こうか、ここ公園前一回行ったことありますね、うろうろしてるときに。よし行きましょうそっちに。いやーメスキングな、面白いよなあの遊び。博士ちょっとお世話になりそうだな、しばらくは。あイベント入った、あのそこのお兄さん、この近くにいいバーがあるんですけど一杯いかがですか。いやいいいい、お酒がとても安く飲めますよ。興味ねえって言ってるだろう、そんなこと言わないでください。お客さんを呼べないとしばかれるんです。お願いします、人助けだと思って必死だな。
仕事が嫌ならやめちまえ、人に頼るんじゃねえ。怖いなあ、キリュウさん。冷たい、お兄さん冷たい。そんな冷たいあなたをお酒で温めてあげましょう。しそんな状態いらんわ。しつけえなあ。もう行くぜ。待ってください。ねえねえ、お願い、この通りです。一杯だけでいいんで、マジで損はさせないっす。てん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 と。わかったよ。行くの？一杯行くの？マジっすか？その代わりまずい酒出しやがったらすぐに帰るからな。これ俺選択肢させてよ、行くか行かないか。あー、そんなのないんだ。無理やりだな。お、これバッカスじゃないの？殺人現場あった。ねえ、いらっしゃいませ。何を飲まれますか？そうだな。あー、そういうこと。真島さん、帰る。だからか、あの人しばかれるって言ってたのは。ちょい待ちや、キルちゃん、冷やかしはあかんで。なんであんたがこんなとこにいる？これバッカスだよね。まあちょっとした趣味みたいなもんや。たまにこうして店を曲がりしてな、客に酒を振る舞いたくなるんや。それは意外だな。これでは昔は夜の帝王中帝、もはてはやされたほどの接客のプロやで。俺の酒が味わえるやなんてラッキーやの。そうか、そこまで言うなら飲んでいくか。あー、飲むんだね。あー、絶対なんか入ってる。ん、まずはこいつ、ザ・ゴロー40年中ウイスキーや。だっせー名前。聞いたことねえ銘柄だな。キリュウちゃんが知らんのも無理ない。去年出たばかりの酒や。ほのかなスモーキーさを感じさせつつも、甘い口当たりで飲みやすいのが特徴や。初心者や軽く一杯やりたいときにおすすめや。ほう、何、品のある味だ、いけるじゃねえか。いい飲みっぷりや。もう一杯飲んでいくか。あー、そうだな。おー、キリュウさんどうしたの？めっちゃ飲むやん。何これは。次はマズイマ。なんかパクってる。しかもそれまずいって感じや。まずいマって、これも知らねえ酒だな。ええ酒屋で、ちょいと味はしつこいけど、飲んだ後にはすぐまた次が欲しくなる不思議な魅力が詰まった一品や。ふむ、なんか嫌なのか。なるほど、なかなかパンチのある酒だ。ひひ、ええ飲みっぷりやったな。意外だな、兄さんのことだから下手者が出てくるかと思ったが、なかなか目利きじゃねえか。ひひ、俺は接客に関してはプロやと言うたやろ。ほな次はどないする？いや、そろそろ帰るとしよう。そうか、そしたらちょい待ち。今計算、うわー、ぼったくるぞこれ。ほなお会計56万円。詐欺でしょ、詐欺だよこれ、やばいでしょ。そういうこと、筋ってそうやって通すの？めっちゃ安いやろ。ふざけるな、2杯しか飲んでねえのになんでそんなに高いんだよ。そりゃ超プレミアムの超高級酒やからの、普通だったら2杯で560万もするとこや。いやー、すごい、そうやってありがたいね。560万。せや、それをキリュウちゃん価格で出血大サービスの9割したんやないか。それのどこが不満中や。くそ、花からぼったくりしようって腹だったのか。あー、言いがかりはやめてほしいの。飲んだ分払え言うとるだけやのに、それのどこがぼったくりやっちゅうねん。お前が普段どんだけの酒を飲んどるのか知らんが、俺の酒はそんぐらいの余地があるんや。ちゃうって言うならそれを証明してみせろや。く、兄さんの言う通り、このさシーンで裏にいる人いる？めっちゃ被ってんだけど、キリュウさんと。もうちょっとずらしてもよかったよね、ポジション。く、兄さん言うとる、ほれ、払うか払わんかはっきりせえや。払わんのやったら無税飲酒、就職、無税飲食で警察に通報するってか。そない無粋な真似はせん。ただちょっと痛い目に遭ってもらうだけや。ち、そういうことか。今回は嫌に回りくどいじゃねえか。金を払えば見逃してもらえるか高額だ。教室では喧嘩は避けられねえ。さてどうする。いや、払わないでしょ。56万は無理だよ、さすがに。戦うしかないよ、そんなの。もう、あるいは金を払うつもりはない。ほな、覚悟はできとるやろうな。うわー、いいだろう。よくねえよ。ほな表へ出ろや。うわー、理不尽。今回のは選択肢すらないし、助かる目処もないイベントだったわ。やってやろうやないかい。できないっすか。あー、無理。よし、掴んで。
パンチ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 じゃないヘッド。よっしゃ、壊し屋で行きます、壊し屋で行きます。おととぎすだわ。あー、おりゃおりゃおりゃ。パンチは遅いけどダメージは大きいんだよね、壊し屋って。うわー、強いよねやっぱり。壊し屋の掴むやつって何なんだろう。あ、やばい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 、強くない強くない。うわー、ラッシュラッシュでラッシュで溜めてしまって。何あいつ、なんで右手なんかあんなかっこいい感じやってんの。めっちゃかっこよくない、ラルクアンシールみたい。あおしゃれな動きすんな。うおー、おしゃれすぎない。ちょっと待って、あーやばい。オッケーオッケー、よし、パンチ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 。あ、やばい、たまらない、せっかく食べたのに、せっかく食べた。危ない危ない危ない。ロシ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 、痛い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 。うわ、溜めたやつがリセットされるんだけど、せっかく、もういいや、チンピラで片付けよう。やってやろうじゃないか、痛い、片付けようって言ったけど無理だわ。よっしゃ、あ、でもやっぱチンピラが安定だよな絶対。あ、これで壊し屋して、掴めないの、何が出んだろう。おー、これは壊し屋だ、確かに。ダメージあんまなくね、え、ダメージやばくない、全然ないじゃん。いやー最悪だ、もったいないことしたかもしれない。マスカ、あーあー、ちょっとかっこいい、マジでラルクさんかっこいい。あー、いや、うまくない、なに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 、すげえんだけど、すごいんだけど、マジマさん、これでまだ手抜いてんでしょ。あ、いいぞ、これで使える、これ死んだでしょ。あー、まだか、踏め踏んで蹴れ。おっしゃ、俺の殿下放送トラップキックじゃないかった、終わった、普通のパンチで終わった。あれ、回復してるわ、まずい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 。うわ、最悪。あー、よっしゃ、オッケー、今回は理不尽だな。さすが桐生ちゃんや、強い酒飲んでめちゃ酔っ払っとるはずやのに、いつも以上にごつく感じたで。それを確かめるために酒を飲ませたのか。食えねえ人だな、あんたは。作戦 大成功っちゅうわけやな。まさかあない安酒でうまくいくとは思えんかったけどな。安酒どういうことだ、2杯で560万と言っていたのは。嘘や、ほんまはそこらで買える安い酒や。ヒヒヒヒ、いや、おもろいもん見せてもろたで。安酒飲んでうまいとか、つぶって抜かしてるとこ見てお笑いを耐えのにひしゃひでえな。くええ、もう見えたし、今回はこれぐらいしといたる。ほな、またな、キリュウちゃん。あー、なんてやつだ。何が夜の帝王だ、ただのぼったくりじゃねえか、金払って正解だったな、と。おー、半分まで上がるんだね、一回の対戦で。ボディフック、やった、単純に嬉しい。ダンサブルな、な、読めなかった。ここ、駐車禁止でしょ？これは？駐車？停車？大丈夫か？いて。うわ、女の子たちの画像がいっぱい。逆にこっちはホストの画像がすごいある。なんかこれ本当にこんな人いるのかな。だよね、わざわざ作らないから写真撮ってちゃんとしてんだろうねこれ。ちょっと待って、右の人、これどうやって見るの、どうやって見るの、これやばくない、あ、こうか、見て右の人、名前やばくない、熊野プースケ、これ絶対ふざけてるでしょ、熊野プースケは。他の人はね、なんか結構ちゃんとしてる感じの、まあ読めないんだけどね、早乙女嵐とかさ、なんかね、ちゃんとしてるんだけど、この人だけ熊野プースケって、ひどいな、名前の付け方が。あ、何？無電話か。通知のようだ、出てみるか。こちら YKO サービスと申します。お客様ご利用になられたローンの返済期限が過ぎております。何使ったの？
消す。え、これでもあれじゃない、借りた携帯だもんね。先日ご融資額のうち今回のお支払い24万円滞納とされて10日経過しておりますね。つきましては本日にお支払い願いたいのですが。分かった、払おうってなんないでしょ、そんなの。そんなものは知らない。いや、まあね、伊達さん、なんかしたんかな。ああ、皆さんよくそうおっしゃられるんですよね。ですがもし本日にお支払いいただけない場合、直接取り立てのものがお伺いすることに。これさ、真島さんが来るとかじゃないよね。また真島終わって、また今真島あって、やっと終わってまた真島イベントだったら本当怒るよ。それでもよろしいですかね。うわ、いやもう知らないと言っただろうしかないよ。うん、だから知らんと言っとるだろう。そうですか、あんた完全に身元割れてるんですよ。うわ、絶対そうだ。それでも払えとおっしゃってるんですか。それで分かった、払おうとはなんないでしょ。身元割れてても払うわけがないだろう。え、知らんと言ってるのに払うわけないだろう。あんたも頑固だね。あんたさ、今どこにいるの。え、身元割れてないじゃん。さあ、どっかの公園近くみてえだが。西公園の近くでしょ。え、伝説の情報屋とか。確かに、そこまでご願いとこちらとしてもやり方注文があるんだがね。公園の近くって言ったらそれは西公園ってバレるに決まってんじゃん。そんなそこにご縁、まあ専門の集金業者に依頼することになるんですわ。専門の集金業者って言ったらまあ大体想像つくでしょ。さっさと払った方があんたの身のためだよ。好きにしろ。ああそうですか、それは残念だな。じゃあこちらそれなりの手段を取らせてもらうわ。だがもし気が変わったる気になったら24万円揃えて西公園横の広場に来るんだな。いや今から行くでしょ。スーツの男に金渡せば全てチャラだ。よく考えて行動した方が身のためだぞ。ガチャツーツー。何だったんだ今の電話。金を借りた覚えない、気になるなと。いやー気になる。西公園横の広場に行ってみるか。いや今から行くんだけどね。どっちだったっけ、こっちか。ちょっと待って、所持品あるよな。あ、所持品まあまああるな。これだけあればまあ大丈夫でしょう。で、能力強化しとこうか。寸で回避することでひどい字がたまる。 あ、ラッシュか。ラッシュはいいや、あげなくて。まあいいや、使っちゃった。え、なになになに、なに、うわー、なんか、な、声が聞こえる、声が聞こえる。真島さんこれ、うわー、やっぱそうだ。あー、びっくりしたー、陽気龍ちゃん。え、ちょっと待って、真島会じゃん、もう今回。あんたが俺の前で出会うかわけに何だって相手しある。うわー、しんどー。真島会だよ、もう今回。あ、でも今回の真島さん、あんま強くない。気合入ってないわ、イベントなかったから。いきなりやってきた真島は気合がないわ、ちょっと。イエーイ。あー、近く。あ、じゃあ今パンチし放題じゃん。今パンチし放題でしょーっと。お、いいね。今回勝てる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 。おーし、弱え。真島さん今弱いぞ、今の。今回はさすがや。あー、やっぱごっついんどー。それでこそキルちゃんやん。あんたの方こそまだ余裕ありそうじゃねえか。当然や、お前との喧嘩は楽しくて仕方あらへん。殴り合えば殴り合うほど元気が出る注文やまな。なものやり合うで。まあそっかい、そっかい、ま、だな。けど今回俺の負けや。続きはまた今度にしよう。ほなまたな。兄さんとの喧嘩避けられそうに、いつでのいつどこでことを構えることになってもいいように普段から準備しちゃったねとな。おお、上がるね。チャージフィニッシュブローを取得しました。とりあえずこっち行ってみよう。さて、西公園の広場に来てみたが、スーツを着た。ああ、そっちのイベントか。いたー、いかにも。あいつのようだな。よーし、かかってこい。おい、あんたが借金の回収屋か。あんたは先ほどお電話させていただいた。あなたはか。うん、あんたはつっちゃったわ。ああ、そうだが、お待ちしておりました。返済金額24万円お持ちいただけましたか。そんな金はない。これ囲まれるかなと申しますと、返済の合意しか、え、ちゃう、え、合意しか、合意しじゃないな。おお、読めないはない。ごっくん、読めない。ということでしょうか。ああ、24万なんて金借りた覚えはないからな。
おいおい、あんた借りた金踏み倒そうってのにずんぶんと態度がでけえじゃねえか。人から借りたものを返すなんてガキでもわかるぜ。だから俺は借りてねえっつってんだろ。まあいい、払う気はねえならてめえぶっ倒して払いたくさせるまでよ。急にコロッと変わる人のタイプだね。タチの悪い男っていうのはこういうことだね。本当に確かにやってやろうじゃないですか。どこ決戦ですか、あなた。車にカモン。あれ違った、ごめん。よし、え、弱くない、この人。とどめな、なんだんだこいつは。よーし、やはりただの詐欺業者だったか。おい、お前、ひぃ、なんでしょう。お前のところのボスに伝えろ。二度と俺にくだらねえ電話すんじゃねえってな。はい、伝えます。どうか今日のところはこれでお見逃しください。桜吹雪。あー、刀か、びっくりした。入れ墨かと思った。まったくよく次から次へとしょうもねえ詐欺が思いつくもんだ。くだらねえ手に引っかからねえしないとな。よーし、さあ行こうよ早く。でトイレに入れみたいな感じになってるよね。おおホームレスじゃん。ああ絶対あんた、え、張り紙あったろ、使用現金。ごめん、それ見てなかった。ちゃんと見たか。いや、いいえ。ちゃんと見とけ、それだけ。あー、これか、禁止事項ってこと。あ、見るってなるわ。使用現金と書いてある。うわ、中にも立ってるし。あー、こっちにも書いてある、後ろにも使用現金って。よし、行ってみよう。もう一回これでハイにしたらいいんだよ。うん。なあ、あんた、張り紙あったろ、使用現金、ちゃんと見たか。見ました。じゃあ何されても文句ねえな。あ、そっち、そっちか。ちゃうでしょ、仲間か。よし入れみたいな感じじゃないの。うおー、ちゃかはあかんぞ、ちゃかはあかんぞ。お前ら顔がもうみんなガチやん。え、よくやるな。みんなのもんだろ。言うことが違う。公衆便所はみんなのもんだろって。ええ、そうです。そこじゃない。銃を向けるなとかさ、めっちゃ面白いやん。あ、いいの。誰今の電話。うわー、公衆電話にカメラがある。これって犯罪じゃない。あ、ご案内します。もう身元が割れたのか。サインの河原だぜ、ここは。こっから入るんだね。ようこそ、キリュウさんって感じだったね。え、ここだって警察とか立ち入ってないのかな。こんだけさ隠れたとこでも今やもう Google マップで見えちゃうからね。あ、駅と繋がってんの。ボスは地下の一番奥でお待ちしています。どうぞ。強そう、絶対強いじゃん。強くなった。話す。ボスは地下の一番奥でお待ちしてます。どうぞ。どうぞ。よーし、ありがとう。カムロ町駅、カムロ町駅なんだね。階段ポケット手突っ込みながら歩いて危ないよ、こけたら。うわー、パラダイス、すげえな。キリュウさんなんか楽しそうな顔してんな。はあ、うわ、改造っぷりやばくない。何これ。話す。この地下街どうですか、キリュウさん。
なんで名前知ってんの、うん、はい、情報はサイの河原の命です。なんて言うんだろう、上界上界上界であったことはすぐに下界の我々に伝わる仕組みになっています。さあボツがお待ちですよと。あー、これセーブポイントあるね。セーブしとこう。よーし、やってこう。今日は何をしてくれるのかね。うわー、なんかどういう関係なんだろうねこの2人。ちょっと話してみようか。今日はどんな遊びしてくれるのかね。うん、なんだ君は。いや、ここはどんな場所なのか聞きたくてな。まったく状況を読みたまえ。今私はこのことは楽しんでるとこなのだよ。あら、お客さん、ここ初めてなの。ああ、そうだ。かわいい、ここはVIPしか来れない社交場なのよ。お兄さん、お金持ってる？あまり持ってなさそう。失礼な。40万ぐらいあるわ。キルさん、今40万あるわ。ここは君のような人間が来る場所ではないのだ。さあさあ、早くどっかにいてくれ。ひどいこと言うやつらだな。社長さん、いやー、もうこれね、うわ、すごくないこれ。おー、ほう、こっちも忙しいな。忙しいぞ、ちょっと。うん、この人はめっちゃ金持ってそう、この人。この人めっちゃ金、なんかつけてる、お面かぶってる。なんでそういうルールがあるの。あ、今思ったらみんなかぶってるわ、お面。この人もかけてるわ。あれ、この人はつけてないんだね。なんかようわかんないわ。うわー、この辺とか話したいけどもちょっと長くなりそうだから行こう、ボスのとこに。我慢、ここはもう我慢していこう。よし、着いた。おお、重厚大理石や。すげえ。キリュウ・カズマ、出所早々派手にやってるみてえだな。全然ホームレスちゃうやん。あんたがサイの花や。何の情報が欲しい。登場界の100億、それにユミとミズキって姉妹の情報だ。報酬はいくらかかるんだ。情報を集めるのも金がかかるんだよ。どこにでも俺の手下はいる。キャバ嬢のパンツの色から裏の取り表沙汰になってない殺しまで全て俺のところに話が入ってくる。そして俺はその星の数ほどの情報をつなぎ合わせて客の欲しい正確な情報を提供するんだ。だから俺の情報は高い。わかるよな。今は無理だ。でも時間がないだろうな。おいおい、どこいんの。10年前堂島の竜って言えば相当なもんだった。俺はヤクザってのが死ぬほど嫌いでな。だが情報屋ってのはとどのつまり覗き趣味でよ。あんたが天下の登場会敵に回して何しでかすか実のところ興味津々なんだ。それじゃあ。だがただで情報やったんじゃ他に示しがつかねえ。俺はフェアじゃねえことは嫌いなんだ。つまり仕事をしてもらおう。堂島の竜にしかできねえ仕事をな。何、殺しとか。あ、分かった。あー、そういうこと。これで戦うの。なんか戦ってる人はビリーズブートキャンプのビリーみたい。地下闘技場か。そうだ、金の使い道を思いつかねえ金持ち。血見るのが好きな変態どもがお得意様よ。戦士は殺しても殺されても問題ねえ。ここはサイの河原だ。あ、そういうこと。サンズの川もすぐ近くってな。俺にしかできねえ仕事ってのは。3人勝ち抜けば賞金が出る。そういうことか。そいつを手に入れられればそいつを情報料としてもらおうじゃねえか。まあでも簡単な話だよね。うん、あ、ちょっと待って、セーブがあるよ。セーブはちゃんとしてきますよ、こういうのはね。よし、ここで一回切ろうかな、長いから。よし、
ここで一回切ります。お疲れ様です。